ユフックファイトナイトジャパンライト級5分3回戦、キム・ドンヒョン、1回1分32秒 TKO、ゴミタ・タカノリ、23日、埼玉スーパーアリーナプライド初代ライト級王者として、日本の総合格闘技を引っ張ってきた、日の玉ボーイこと、ゴミタ・タカノリ、39、イコール、東カンラスカルジムイコールは、ユフックとの契約ラストマッチで、無念の1回 KO 負けを起死した。 ゴミはサウスポースタイルでジリジリ距離を詰めるがキム・ドンヒョン29イコール韓国イコールの右ストレートを顔面に受けてダウンそのままパウンドを落とされリフェリーが試合を止めたうつむいてオクタゴンを去ったゴミ日本のレジェンドに勝利を収めたキムは高校の時から憧れの選手でしたその人と試合ができて嬉しいです 彼の距離に入らないことが戦略だったと話した。ユフックは、ラストマッチとなったゴミは、引退するわけではなく、日本最高峰の大会理事などの選択肢があり、身体が注目される。